はい、やってきました。まあ今年始まってね、23日経ちましたが、早いですね。まあこれからね、寝かさナイトが始まるってことで、今夜も寝かさナイトー。始まりましたね。はい、あ、じゃあ今日はちょマッシュに仕切ってもらおうかな。おっ、ねえ、ね、大仏男が、大仏男、大仏男これ言っちゃいますねえ、ほんとほら、本当に酔った、痛い、ひどいよ今日の MC。 はい、今日は始まりました。はい、今夜ネカさんナイトということでね、おえや、はい、第1億5000万回目になりますね。はい、みんな見てくれてありがとう。はい、ねえ、本当にすごいね、僕らも年取るんですね。はい、ということでね、元気いいね、そりゃそうやで、うん、これから元気とだね、喜んねん、顔だけやで、ということでね。え、はい、営業後だからみんな酔ってるよ。そうやで。あこらあ、うまはい、ということでね、はい、はい、始まりましたね。はい、今夜寝かさないと。本日ゲストとしてね、はい、はい、1月26日といえば何の日でしょうか。はい、どうぞ。ハッピーボーン。はい、1月26日、はい、1月26日はですね、うん、ゴミの日です。ゴミの日、ハッピーボーン。はい、それあなたの日ね、うん、はい、あの天皇陛下が生まれた日。はい、違うね、天皇陛下ね、まだ生まれてない、この時。燃えるゴミの日、何の日だ。1月26日バースデー、51番送ってくれたバースデー、大正解。はい、じゃあね、あなたに100万円送りたいと思います。はい、おめでとうございます。はい、そうです、本日ゲストのね、マーシュリンのバースデーイベントの日でございます。はい、ババーバースデー、わかった、あいつバースデー、わかった、わかった、わかった、でも、うん、はい、木曜日終わったわ終わった、木曜日合ってるけど、木曜日19時から木曜日19時からあーあー、まあ、合ってるけど、もういいや、なんでもね、ということでね、はいはい、斬新オーダー、あ、違うオーダーもうあのメンバー終わりましたね。終わったね、今4人しかおらんけどね。はい、ということで、何歳になるのって来てますけどね。はい、永遠の何歳でしたっけ。29歳。意外と親しいやないかいと。でも永遠の29歳ってちょっと欲しいけどね。欲しいです。絶対いらない、俺は。やだ、本当ですか。もう肝臓がね、ない、足りない、足りんよ、作るやつ、うん、今永遠の20歳ぐらい。まあ29なんて言ってないけどね。そう、いや29になるんですよ、 なったんですよ。もうまあ俺もリーチかかってますわで、大晦日誕生日だから、はいはい、ね、普通って来年30なんだって言うけど、次の日になった瞬間にもう今年30っていう、ね、ですよね。切ない。12月31日ですもんね。すげえ切ない。ねえ、そんな日に生まれた人ね、うん、逆におめでたいよね、はい、っていうことね。珍しいっすよね。なるほど、珍しい、うん、な、まあいないよね、周りでいないっすね、うん、ねえ、ということでね、はい、今月1月26日ね、はい、こちらまだ主任のね、バースデーとなっておりますので、皆さんね、はい、ぜひ指名で誰かをしてね、来てくださいということね。はい、いや、誰か、ちょっと意気込み、誰かってないね。まあ、初回はやってないんで、その時は、ね、やってない、うん、もう締めてこいやと。ね、俺らでね。ね。はい、じゃあ、行きましょう。ね、意気込み。はい、雑な振りからの意気込みね。はい、なんかあったら俺行くんで、大丈夫です。あー、OKOKOK。ね、もう20代は最後のね、バースデーイベントになるんですけど、はい、もうね、ありとあらゆるお酒、そしてありとあらゆるソフトドリンク、単価はどんどん上げ、ね、売り上げもどんどん上げ、頑張りたいと思うんで。何千万プレイヤーですか。はい、先にちょっと僕に LINE もらって、それで僕の、まあ、おごりで、おいで、になってるね。わっよし。もう、まあ、バースデー、バースデー、バー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 バ
マッセーマッセーマッセー。この番組もう酔っ払ったらもう何でもありみたいな感じじゃないですか。もうだからおごりって来てますよ。おごってくれるから俺出勤する。じゃあ俺も、じゃあ俺ももういっぱい来た。じゃあ5人は来たね。俺も、じゃあ俺同伴で。あのね、うん、俺しゃーなし、なんか休み使おうかなと思ったけどいやマー君がそれ出してくれるから。いやみんな結構優しい。おごりでも行くってね、おごりでも私は行かないって結構いるから。正味におごりっていうのはもう最低でも多分3000から5000ぐらいだから、あとは頼むよ。まあ最初は先行投資だけどね。ねえ、あとは頼むぜって。あとはもうマークに使ってあげてくださいね。インフルエンザみたいな毛病いらないから ね結局おごりにならないことが多い。シャンパンタワーとかはいらないからね。10万は持ってくシャンパンタワーとかはやらないでね。10万は持ってくれないとシャンパン入れる定価いって。そうやね。まあけどシャンパン入れる気満々ってとこは認めますわ。ねえ、はい。そう、インフルエンザかもっていう子は、事前にあれだよね。あの、かもっていうのはインフルじゃない。急に出るでしょ、あれ。そうね。もう、わかんない。そう、事前の告知ないから。だから、インフルエンザかもっていう子は、事前にあれなんだっけ、予防接種打ってください。大事やね。おごってもらう金額より結果こっちが使う当たり前や。そうだよ。あ、分かってらっしゃる。そりゃそうやで。いい先行投資して、その後金額使う方が多いよ、そりゃ。信用性を培う。それでね、俺らのね、給料が成り立ってますからね。先行投資して信用性を培う。そりゃそうよ、もう。ねえ、そしたらまあまるっと木曜日期待してるよ。まあ主任はまあ怖いね、つまちは。ハグぐらいならしてくれるよ、ハグぐらいならね。うん、バースデーミスってバースデーミス主任はって言ってるけどさ、俺がハグすんの。いや、ハグしてあげて。ああ、脳が視聴率が取れる。いや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 、俺がシーンなら俺がするけど、ハグ。もう大丈夫ですか。あ、じゃあ僕が来た女の子全員にハグして。何それ、ハグだけいいの。ハグしてまた金使ってね。ハグだけかよと。ね、あら、ハグだけかよと。数はいいから、やかましよお前。まあじゃあラストオーダーに翼さんに回ってもらいます。ハグハグして。待って、ハグハグハグしたら。あ、じゃあ中かな。うん、じゃあもうじゃあ賞金何千万以上上がったら中ぐらいあげてあげましょうよ、それ。あ、いい。あ、いいですか。ボーダーラインがね。あ、つばっちが。あ、どっちですか。別に何 MC 雑だよ今日。びっくりするよこれ。視聴率確かに枕だろ。俺のこと言うなよお前。うん、赤から中なんていらない。カズよりつばっちとマサトとユウトの方がいい。付け加えてあげたよ。すげえ付け加えたなお前。中なんていらない。中なんていらない。なんてか、何が欲しいのかな。俺正面で少女漫画なんで中のシーンあるやん。俺老眼だからコメント見えないで。ドキドキするくせに。そろそろやばいっすね。前のなんかあの動画見たら俺全然目つぶってた。開いてんの、開いてんの。中血に起きてます。ギリギリ。今年初中つばっちまさとゆうと。まあ俺はしてるからね。もう家のあのね、何やったっけ、壁と。いや違う、ダッチワインで。1万5000円のやつで。1万5000円のやつ。とも毎日やってるから。そう、俺は別にそんなね、チューとかはもう植えてないけどね。ツバッチの通帳が。今日主役マー君やから。いやでもマー君って打って。そうね。ねえ、ダッチワイフ、ワイフとマジか、怖、ホラーだわ。ああ、ほんまダッチワイフ愛してる。ダッチワイフ愛好家会に入ってみろよほんまにな。ということでね。いやでもね、ここ最近で俺ちょっとね、俺の事情話していいですか。いいですか。いやだ。オケー。はい、いいですか。なんかね、あの僕最近夜中から映画見に行ったんですよね。夜中から映画、お客様とね。どこだ。まあそれはまあその辺の行ったんですけど、なんか上映中にうるさいっすよ、すごい。ピカデリーね。で、カシャって聞こえたんですよ。あ、バルトナインね。カシャって聞こえたんですよ。で、映画終わってパッて見るやないですか。案の定ホストとお客さんなんですよ。だからこの番組を通じてでもいいですけど、なんかその映画見てる最中になんか喋るとか、なんなら写メ撮るとか、ありえなくないっすか。いや、あいつ出てくるよ。でカメラマンの。あいつ出てくる。一番最初に出てくるやつ。そうっすよ。で、俺思ったわ、こいつにはもう絶対売り上げ負けてないなと思ったんですよ。もうなんかそれで、もうダメだってみたいな。私ちょっと今ブスに映ってるみたいな。
その女もうざいんですよ。いやいやいや、場所考えろよと。なるほどなるほど、はい、そういうね、なホストとね、その女の子になったらあかんやろなと。まあ、そういうなんか真面目な話のつもりだ。いや、いるかもしれんよ、もしかしたら。いや、いたら俺がもうほんまにもうこれになるから出てってってなるからそのホストも見てる。え、それマー君なんだ、うん、え、それマー君なんだ、うん、まあ、マー君が 95% あ、まあ、5%犯人じゃないですか。 5% 確実。いや、5% だから、ね、うん、マー君だったら映画終わった後歌歌ってるからね。あのエンディングとして歌歌ってるから、ね、そうそうそう。マー君の通帳が欲しい。ほら、ひねってくれましたね。ん、結果何の話、夜中にホテルで映画、やかましいね、全部ひねってくるね、お前。 AV 見ます、え、見ません、ということで。いや、見ます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 。何キララ、何キララ、あ、やめとこうか。いや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 、それ名前出した、あ、あかんあかんあかん、企画もの、明日キララね、マッサージね。それ明日キララって人もいるからね。いるね、明日キララの人もいるからね。トーマ、トーマコ、トーマコだったよ。あ、チラッて見たら誰だったの。その人セグウェイに乗ってって。それはガキツカの、悪いな、あの、何やったっけ、ガキツカのあれや、何やったっけ、あの、西木、はい、どう、はい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 、あ、そう、いい音使ってますよ、いい音使ってますね、ここ。俺でもこの間映画館行って、はい、エレベーター乗ったら、なんかそこは本能寺だった。あ、それ本能寺ホテルって。え、まさか踊ってくれる本能寺ホテル。それ違くない。本能寺の、あ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 の YouTube で結構待ってる感じで、ね、はいはい、本能寺の変、あの二人組でやります、やるか、こういうやつやろ。本能寺の変、おお、本能寺の変。え、じゃあ今何の変なんですか。今ね、あのバースの変、バースでうまくいくかな、いくかなの変。え、大丈夫ですよ、全部あのすげえ金使ってくれるらしいね。え、やっぱプレッシャーあります、結構。いや、プレッシャーも俺、ね、バースで人生で多分7回目ぐらいで、ホストね、10年ぐらいやってるから、ね、すごいっすね、7回って。でもなんかあのすごいっすね、セグウェイ乗ってたから他店の人の名前出てきて。そこはもう、どんな映画でもそこのさ、誰とは言わないけどさ、数1回行ったことあるよ。ああ、まあ俺は1回お邪魔したね。お邪魔したけど、え、お邪魔したけど、うん、俺はその人のとこね行ったけど、まあ、まあ3年ぐらい経つね、もう。うん、そうやね。まあまあ、お返しがないって。それ、濁しだのに、こっちは。まあ、ね、まあ、それはなんちゃら有志さんはね、お願いしますってことだね。今日ダークやな。でも、リアルなやつも来てる。1号店と2号店って字が違うけど、2号店だけは。はい、担当行ってもいいですか。2号店で、米の2号みたいなね。それと富士山の2号目で、そう、お餅屋さん。歩む行っていい。アイム1って言うのは、まとめにしようよ、そこ。ねえ、2号ね。これ、アイムさんコメントしてんのかな。これ、アイムさんが来るってことっすから。いいよ。まあ、これから来るかどうかは、まあ、あなたの性格次第ですってことだね。そうだね。ねえ、ほんとに。まあ、ここからコメントが500ぐらいになったら来るんやないかな。ねえ、アイムさん。あ、やば。てか、そうねえ。アイムさん来てほしい人。あげんのみたいな、誰もあげてへんよ。あげたよ、あげたよ、ないか。ここ楽しい。いや、楽しいかどうか来てからよね、ほんとにね。ねえ。で、今画面上は一応ね、まあこういう感じでやらせてもらってるけど、もしかしたら俺がすげえクールになってるかもしれんし。つばっちが、なんかこういう可愛けないけど、オラオラかもしれんし。ねえ、ゆうとが、やめとこう。よし。次行こう。てか、とりあえずあれやね、幹部が全員集まんないとすごい平和。ねえ。めちゃくちゃ平和。待って、すぐ平和だよ。質問ちゃんと答えてあげなよ。一回 CM 行っとく。え、答えたやん。うん、一回 CM 行っとく。そうそう、 CM 行く、行ってきますか、うん、じゃあ一回、ちょ、その CM 何秒でしょ、30秒ぐらい。じゃあミーティングするから、じゃあミーティング終わった瞬間にコメントガーッとちょうだい、クエスチョン、はい、全部俺が答えてあげるから。じゃあ一旦 CM に入ります。
飲み尻に入りたいんです。君たちか待つぜ。なんでうちを選んでくれたの。月給26万3ヶ月サポート、新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい、君たちやっぱりロビジーだな。みんな翼だよ。今年もいっぱい仲良くしてね。ラブラブ、ラブラブしてね。チャラツバッチって。コメント拾って、コメント。いや、なんで俺一人なん、なんで一人なん、コメント拾って、なんで一人なん。いつもよりグダグダ。まあ俺が来たらもうグダグダにはさせないんでね。もうけじゃ、みんな来て、早く早く早く。ツバッチ、いつかそんな保つなった。ツバッチどうしたの。明日ちょっといろいろあるから、ちょっともうツバッチかわいい。ありがとう。じゃあ、じゃあつばっちの隣に、じゃあとりあえず主任行きましょうか。まずは主任。あ、じゃあ同じ主任同士。これね、いつもいる、いいって俺のことかね。じゃあ同じ主任同士並ぼうか。これで行こう。そうしよう、そうしましょう。いやー、ちょっとちょっと語ってみてください。いや、髪切ったね、ほんとに。いやー、そう、明日ね、ちょっとコンセプトでだから、うん、え、幹部会大丈夫、これいける。多分大丈夫だ。多分大丈夫だ。そうだね、ちょっと残り時間これで行こう。ドラえもん見て、うん、楽しい。つばっち急激にちょっともうちょい来て、引っ叩く。どっちですか。ここここ、はい、リオの愛とここの反り込みがちょっと、どっち、こっち、こっち、こっち、ほら、ああ、そういうことね。ちなみにこれ、今日切ってきたばっかです。そうです、今さっき切ってきました。なんで早い。CM 中切り行ったんです、マッチ。そう、CM 中に。いやー、もうやるな。僕とロケの残酷だ。ここからやかましいの。そうだ。それがアメリカの格闘技系のスクロール系のゲームのやつの主人公ですね。残酷キャラ。僕とのザコキャラは見てる。いるね、これの反り込み、反り込みおかしくね。これちょっと部屋目の人に言ってくださいね。そこ部屋だもん。ヒデブとか言わないですけどね。ドラえもんだって。肌ツヤツヤ、まあ若いからね。うん、あとちょっとね、皆さんには分からないんですけど、ちょっと納豆の匂いがね、してきてるんですよ。それに関僕にしか分からないんですけど、まあまあ、それに関しましては、ちょっと納豆の匂いは何なんだろうな、俺。まあ、それはちょっとまあ分かんないですけどね。うん、足かな。その外見で納豆の匂い、まあまあね、うん、まあ納豆食ってきて、髪切ってもな、足納豆臭いやん。そう、足は言っちゃダメだな。もう伝わんないから、見てる人に。さな、ただいまー。おい、いやー、もう本当、はい、スマッチ。いやー、あ、ラン、あ、ラン、ランランク来ましたよ。ランランやってきたね。来ましたよ。ランです、ランです。なんでバット持ってんの。え、ラン何してたの。ちょっとなんか、ちょっとあれかなと思って。だけどなんか来てたよ、ツバッチなんちゃらこんちゃらとか、もうやかましいって思った。すごい、もうひどいってコメントが来てるんですからね。あ、うん、全然違うかな。今日なんかテンション低いですね、うん、いや、まあまあまあ、やっぱちょっといつもよりね、ちょっと大人のね、男性でいこうかな。はい、じゃあまあ紹介しますね。はい、初めてを悟ったような。今髪切ってほやほやのランくんです。よっよっよっ。え、どっち。あー、僕は髪切った。髪切った。髪切ってる、切ってる。ただ視聴者のみんな、多分あゆむさん期待してましたよねえ。さっき、あー、そっちで持ってきゃよかったか。俺がミスったな。髪切ちゃんこ。ラオウって誰。ラオウ誰。ラオウはね、元気だよ。ラオウ元気っつった。元気元気。まあラオウは一人しかおらんからね。ラン、そりゃそうやろね。ラン叩かれてるよ。めっちゃ叩かれてる。その外見で納豆の匂い。誰が鼻ざるやねんっていうね。はい、ね、はいはいはい、はい、直感でーす。それ俺多分ほんまこうなりますよ。もう明日が見えなくなりますよ、ね。うん、でもなんか木曜日まで見えなくなっちゃう。見えない。普通お前に、普通にお前ツバッチってお前治ってんのか。そうなの。おーね、はい、直感ですぽい。マーキの、あー、しかもなんか俺の LINE ID の上が憎たらしいな。そう、マサトです。はい、いやでもちょっと聞きたいんがさ、なんかその視聴者の皆さんがなんかその、まあ少女漫画読むんやろね。少女漫画わかります。少女漫画読んだことあるでしょ。ないの。はい、はい、ないの。あるよ。それでホストやってんの。あるよ本当に。あの2人、2人
レッツさんの子を呼んだことある。それはじゃあそれそれミニ四駆やんけ。それ俺あの昔流行りましたね、二人エッチ、二人エッチっていう、はい、あ、それは僕も見ました。だいぶ見ます。ユラさんのやつ、ユラさんのやつ、あの少女漫画すごい。まあユラさんは俺もお世話になりましたよ。僕あの小学校の頃あのイチゴ 100% あ、それわかるわ。あのパンツ見まくるやつね。トラブルとかね、気持ちも立つし、いろいろ立つ。エロ本の話になってるやん。うんうん、ね、あれは参考書。あ、これ売ってくれた人、ほんと正解。ジャスティス、ね、ジャスティス、あれを参考にして犯罪に犯した人間の偶然絶後の偶然絶後の偶然絶後のね、ね、偶然絶後のボコボコみたいな、何にでも似てる。イエーイこっちも行っちゃうな、こっちから。少女漫画見ない、ロリの集まり待って、少女漫画読むイコールロリの集まりって言ってるあなたはちょっとおかしいと思う。頭が本当に少女漫画、そう、参考書であってやっぱ女の子をキュンキュンさせるために読むもんやもんね。カズジャスティスやってたってジャスティス、はい、直感2本目です。空前絶後の直感2本目そう、これちょ尺が長くなるからねほら少女漫画好き、ほらだから少女漫画ってみんなさ、ホモチョ、まあ、やばない、やばいやばいやばない、こっちで直感させる、だいぶやばいやんまあまあけど今はね、なんか誰だよ、ランくんがね、ランが、そう、ランが前に来てくれたということでね。はい、カズの残高教えて、もう全然関係ない、あれ気になる、あの、うん、ケンタッキー屋の目の前にいる、カーネルサンダースじゃない、ああ違う、それはね、あれ海から海坊主になっちゃう、海坊主になっちゃう、あのハリーポッター1に出てくるトイレのところでそれもトロールになっちゃうますます似ちゃってきてるっすよね。もうまあ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 この辺でね、はいはいはい、まあ中があれなんで、あっあっあっ、うわ、なんかイチャイチャしてる2人で、あれあのホームアローンの言っちゃってるよ。いや、あれじゃない、泥棒の方かな、どっちかな、マコーレカルキンかな、マコーレカルキンの方やと思う、泥棒の方かな、どっちかな、どっちもいけますね、どっちもいけます、僕は。私も、つーちゃん、私もキュンキュンしない、翼くん好きだよ、もういい、もう翼くんまた来ました、来たね、もう今真ん中に俺の師匠を攻めて打ってほしいよね。別に俺と優斗と翼ちゃんいいから。いや、これあれでしょ、なんかちょっとさ、何丁目かわかんないけど、いそうじゃん。何丁目やこれ、ず2丁目だよ、1丁目2丁目ちょっと待って待って、世代が違う、世代が、1丁目1丁目、うわぁ、ねぇうぅやばいやばい、翼ファンが、マー君、カズバイなの、ランかっこいい、来たなこれ、お、ランファンクラブ来ましたね、マジ告白で今リスナーをキュンキュンさせて、はい、じゃあ行きましょう、はい、じゃあまずは、じゃあ、ゆうとから行こう、キュンキュンさせて、とりあえずやがましいから、いきますよ、うん、じゃあ行っちゃっていいですか、僕いいよ、もう行っちゃおう、キュンキュンさせたらいいから、簡単やん、簡単簡単、まあ俺あんま汚い、なのにあ、俺じゃなかった、あ、俺だった、俺だった、はいはい、まあ俺あんま素直に言えないけど、俺やっぱお前のこと好きだ、キュンキュン、はい、じゃあうちの、ね、うちの、あのね、海から、海坊主じゃない、じゃあね、はい、じゃあ、はい、じゃあ、ランくんよりね、あの、バイオ、はい、バイオ、キュンキュンさせて、キュンキュンさせて、バイオハザードのロケットランチャー、キュンキュンさせて、はい、キュンキュン、はい、3日、はいよ、僕が周りにどんなにディスられても君だけは僕の味方でいてくれよはい、次行こう、次行こう、はい、次行こう、まあ、ここで俺はありのままのーが来て欲しかったね、俺はねオラフになっちゃうかね、もう、はい、じゃあ、はい、次、はい、みんなの大好き、はい、翼くん、はい、キュンキュンさせて、キュンキュン、別れた手、いや違うからね、今もうラブラブの手ね、カズがラストの、カズ映画館で見て、うそやん、うん、いいよ、はい、じゃあそんな翼くんより321はいよ、ナイスリオ、オッケー、うわー、 MIC ずるいね、 MIC あり、だいぶずるいね、 MIC あり、小道具使った、小道具、はいはい、じゃあ、じゃあ次、あ、ラストやね、はい、じゃあ、はい、本日、はい、本日主役のなんと今月末で1月26日我の主任、我の主任のキュンキュン、長い長い長い、一言まで、はい、3、3、2、2、1、1、はいよ、ライズアップや
出て、お前回れ早く。お前回れ。よいしょーよいしょーえい。いや、本当は言いたいことあったんだけど、やめた。じゃあ、戻ります。大丈夫。このラップに愛を込めたって。そう、今の。上がって、あ、こうやって言ったね。ありがとう。エンダーとか打ってるけどね。これ聞こえるんかな、視聴者は。じゃあ、わかりましたね。僕は最後決めますわ。いいですか。僕決めたらいいやろ。はい。はい、じゃあ、俺のそんなキュッキュッ食べてきたことない。3、2、1。今日401号室で待ってるよ。ちょ、テレビ傾いてる。テレビ傾いてる。よいしょーということでね、はい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 、カンさん、いや、今の一言で、あの、視聴者300人ぐらい減りましたわ。はいはいはい。うわ、いや、でもね、エコーすごいね。ツバッチが一番良かった。二日酔いよりきついわ。エンダー、うん、落ちるわ。もうすげえディスられてる。すげえディスられてる、ほんとにね、え、電源落ちた。ねえ、まあ、ということで、まあ、キュンキュン多分したんじゃないかな。ね、うん、9割俺でね、キュンキュンしたんじゃないかなということでね。じゃあね、まあ残りね、まあ時間わからへんけど、じゃあ600いける。600、おい、いけるよ、いけるよ。じゃあマッシュにね、また来た、また来た。いや、やっぱバースデーのそのなんかね、意気込みというかね。そう、あーね、もう再度再度ほら、ね、残り1分、いっぱい。じゃあバースデーということでね、はい、まあ例えるとやっぱ姫がお米だったらそれを包み込む僕は海苔だよと。海苔助さん、おにぎりです。姫、よし、ちょっと食べよ。 MC あとは MC 力が、はい、はい、そんなね、はい、お米トークいただきました。これさっき言おうと思ったんだけど、あ、今のやつだったら。ねえ、まあ横にもっともっと米とお米みたいな、ね、納豆はいらない、納豆いらない、納豆いらないですか。もう納豆の匂いわかんないです。全部吐き出せる。慣れた慣れた。あと23、やばいやばいやばい。落ちてブラジル着いた。 PC 壊れたかと思った。眠い。私の部屋番号401やめて。痛い痛い、なんで。あんまりしてない。ツータンいける、さよなら。今起きた。ハゲを晒すな、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 ハゲを晒すな。納豆、納豆は炎上。本当にもう危ない危ない。あと10件、あと10件。あとちょっと、あと10。はい、ということでね、今月1月26日我が主任ね、はい、マス主任がバースデーということで、皆様のご来店お待ちしております。はい、あと10件頑張ってということで、はい、それではいつもの行きましょう。せーの、来週はネカさんナイト。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。